こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は六本木のドン・キホーテ、ちょっとね、1時間ほど覗いてきました。まあ、えー、非常にね、オーストラリア、アマゾンの、えー、物販開始が楽しみだなと思いました。というのがね、えー、例えば今、ドン・キホーテで仕入れた商品をアメリカで売ると、 なるとねドン・キホーテで仕入れた商品でそのままアメリカで利益が出る商品を見つけるのはねえ結構しんどいですだからドン・キホーテの商品を買って一度売って売れたら次に同じ商品をね、えー、安く仕入れられるか、えー、日本国内あるいは中国で探すとかあるいはちょっとね時間はかかりますけど、まあ、初めからドン・キホーテにある商品を、えー、中国で仕入れて売るというようなね一手間 かけて売らないといいけないとところが、これがオーストラリアアマゾンの場合ね、ドン・キホテの商品そのまま仕入れて3倍の値段つけて売れるものがね、結構ポコポコありますんで、まずドン・キホテで仕入れて3倍で売ると。で えー、売れた後に補充をするときは、まあ、中国から仕入れる、あるいは日本の卸から仕入れるという形にするとね、元から3倍で売れたのが、その同居ホテルのね、例えば10分の1で仕入れられれば30倍になっちゃいますしね、えー、そのぐらいの商品は結構ポコポコありました。えー、ポコポコっていうかね、 えー、あるフロアにはもう何十個ってありましたしね、まあ何十個じゃないでしょうね、もっと大量にありますし、あまあこれもいいな、あれもいいなと思うと、まあ正直、えー、自分の近所にある、ドンキがあるならドンキホーテ、ね、ロフトならロフト、まあ、ダイソーならダイソー、まあ真ん中だらけがあれば真ん中だらけでもいいですけどね、なんかね、至近距離にあって買い物しやすい店1点だけで、えー、多分オーストラリアアマゾンの初期の頃は相当稼げます。 まあ実際ね、えー、アメリカアマゾンも、えー、開始してね、2年ぐらいはそんな状態だったんで、まあ、今はね、何店舗か組み合わせるとかね、えー、やらないとなかなか、えー、月100万とか稼ぐにはしんどいんですけど、まあ、10万から30万だったら1店舗で、今でもアメリカアマゾンいけます。ただね、人によってはね、えー、同じ10万から30万稼ぐんであっても、えー、何店舗か組み合わせた方がいいとか、ネットも混ぜるとかいうやり方の方が良かったりする。 まあただし、もう、オーストラリアアマゾンはね、おそらくもう日本、日本で仕入れられる商品を売る分には、日本でね、流行ってるものを、単純にオーストラリア持っていくという形だけで稼げるんで、それぞれ一番仕入れやすい方法、インターネットなのか、ドンキホーテなのか、百均なのか、ね、ロフトなのか、あるいはハンズなのか、買い取り専門店なのか、マンだらけなのか、どこでももう,もう行きやすい店舗でね、 まずは行けますんで、まあ、相当楽しみだなと思いました。だからね、商品支料のサポートなんかも、えー、まあ、近くにないんで遠くまで行ってもらうということをせずにね、まあ、人によっては、えー、じゃあ近くに見せないんじゃ、あるいはね、家をなかなか出らんないと、まあ、子供がちっちゃくてとかね、親の介護してますとかいう場合には、もう、えー、じゃあネットで、えー、行きましょうというような形でね、サポートできると思いますんで。 まあ、10月開始と予想されてますけどね、早く開始にならないかなという感じでね、えー、今日も商品見てきました。えー、そんな形で、えー、ドンキホーテ仕入れ、えー、とりあえず、ドンキで買った商品がね、ほぼほぼ、えー、儲かるというような状況がね、改めて考えてみるとすごいなと思いながらね、今日ドンキホーテ見てきました。えー、そんな形で、オフサイルアマゾンの開始、楽しみに、えー、待ちましょう。えー、オフサイルアマゾンにね、 参入できなくなるなんてことがないように商品選びとか商品のコンディションはね、無茶をせずに安全策、安全策でやってください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。